こから何が見える、今なら何が見える、わわわケイクマワゼでございます。憎しみレコーズからお送りしておりますプライベートカーセックスラジオ第22回をお送りいたします。本日は2021年4月の10日土曜日でございます。皆様いかがお過ごしでしょうか。乾杯。長々とシリーズをお送りしてきたこのケイクマガは、2021年今年は活動10周年記念イヤーでございまして、それにを記念してですね、この私のケイクマガの自主制作レーベル憎しみレコーズというものを立ち上げてから、そこで作ってきた今までのケイクマガの音源を一番最初のね、少女作、サニーから、順を追って、このラジオでね、音源をかけながら、で、これはね、っていうオーディオコメンタリーを行うシリーズ、憎しみレコーズアーカイブス、お届けしてきましたが、今回それで最終回でございますね。2019年に作った、今日はマキシシングル生活という音源のオーディオコメンタリーを、はい、お届けいたします。今お聴きいただいているのがその生活の1曲目街の日という曲でございますね。これはね、だから前作ベテルギウス as forgiveness という EP6 にあたる音源を作った後に、これはね、この生活という音源はあれなんですよ、プライベートカーセックスっていうね、あのアルバムを昨年2020年の年末にリリースして、それが今のところ最新作なんですけど、プライベートカーセックスとこの生活ってやってることは全く違うんですけど、コンセプトが似てるんですよ。でね、その根底にあるのはね、この生活っていう、今回の音源を作った時にも最初の取っかかりとしてあったのは、これね、プライベートカーセックスの時にも述べましたけどね、例えばその、ね、今までそのね、何万枚という音源をいろんな人たちのね、プロアマいいに、何でもいい、呼び方はどうでもいいけども、もうすべからく、グッとくる音楽音源を今まで何千枚何万枚と聞いてきて、その中でやっぱその例えば山口不二雄さんのプライベートカセット、そして例えば、ナジオくんの中村コレクション、ああいう香りのする音源をいつか俺も自分のやり方で作りたいという野望がずっとあって、でその青写真のもとに当初この生活という音源は制作を決定したんですよ、当時ね。でね、それを作るってなって、最初はね、これね、生活っていうタイトルの、そのミニアルバム、6曲くらい入った、ものを当初作ろうと、目論んでおったんです。ところがですよ。ところがその、ベテルギウスの許し以降、体調が良くなくて、でね、これを作るっていう時期に、ぼっこし俺風邪をひいて、でそれが結構ひどかったですね。俺もともと気管支が弱いんで、
なんだろう、肺炎の一歩手前みたいな。俺肺炎でも入院したことが若い頃あって、タバコ吸うなよって話だけどね。吸います、すいません。で、そう、それでね、すごく体調崩した時期が2019年のね、あったんですよ。で、今、それさ、今思えばだよ、これさ、大きい声じゃ言えないけどさ、今思えば、あれね、2019年のね、11月、12月ぐらいなんですよ、その体調崩した時期が。あれさ、で、当時、熱が出て、咳が出て、肺が痛んで、ほんとね、骨がきしむような痛みがあってっていうのが当時あったんだけど、あれコロナじゃないよなぁと、今はね、思いますけどね、時期的に。早いですけど、でもほら、いろいろ話もあるでしょ、前の年にはもう入ってたんじゃないのかみたいな、よくわかんないですけど、あれは何だったんだろうって、こうね、横になって咳が出て肺が痛んで眠れないような状況だったですね、当時。そういうことがあって、で、風邪引きでね、喉も枯れてて声ガラガラになってねっていう状況になった時にどうしようと思って、そのとてももう喉がやられてるんで歌えないんだけど、でもね、その時にだから当初さっき言ったね、あれですよ、そのプライベートカセットとか中村コレクションに近づきたいっていう目論みを捨てて、なんでかっていうと、タイトルを生活に設定していたから、生活の中で俺が今ね、病気してひどい状態になっているっていう時に、それは生活の一部なんだから、このまま撮るべきなんじゃないのかと逆に思ったんですよね、当時、制作当時ね。それでこの生活っていうのを、ただ体がね痛いので、シングルっていう形に改訂して、3曲を収録したマキシシングルなんだけど、曲のタイトルからではなくて生活っていうタイトル、全体の音源のタイトルは生活として残っているっていう状態のこのマキシシングル生活を当時作ったっていう話がございまして、3曲収録していて、1曲目に街の日、2曲目に、これはね、カバー、俺の音源にカバーが収録されるのは多分後にも先にもこれ1回だと思いますけどね、今んとこ、カバーの自由になったつもり会、で3曲目に誰にも言えないっていう、この3曲を収録した生活というマキシシングルをリリースしたんですね、2019年の話です。そのあたりね、もう2曲ね、今日イントロからかけちゃったんでもう2曲目になってますけど、今日聞き直しましょうかね。1曲目街の日、もう一回ちょっと、触りを聞いてみましょう。こんな曲でございます。どこから何が見える、このね、街の日という曲は、そうっすね、これ、いや、よくできた曲だと思いますよ、個人的に。この時の俺にしか多分書けなかっただろうなって、今は多分書けないですね、また状況変わってるんで、そういうことがあります。いや、ここで歌っていることは今も思ってますけどね、いいことも悪いことも、そういうもんでしょうよな。街の日、タイトルはね、
ね、チャップリンにね、チャップリンの同盟の映画がありますけどね、やっぱりその街の日、うん、ガストって言ってもいいけど、街の日、そうですね、もうこれはもう曲聴いてもらってるの通りなんですよね。曲の中にで全部言ってるんで、考えてることは。うん、いやちょっと話変わるけどさ、よくほらあのね、これあの、いやこれ言わない方がいいのかな、ごめんなさいね。ほらライブをね、人様のライブを見せていただくときにさ、よくシンガーソングライターの方がね、歌う前にね、次の曲はあのなんとかなんとかの曲でってこう MC をするじゃないですか。その時にね、俺これ言ったら感じ悪いな、ごめんなさい。なんかあのいやほら歌詞をさ、そのまま MC で歌詞を語り口調にしただけの MC をする人いるじゃないですか。あれ俺全く意味わかんなくてねえっていうことがちょっと思ってて、つい出てしまいました。すみません、ケイクマガです。全然 OK です。あ、大丈夫です。すみません。いや、すみません。すみません。いや、MC ってさ、あの、そこにいる人との、ね、直接的なコミュニケーションができる、すごく重要な場なので、俺、歌詞で言ってることは歌詞聞いてもらえばわかるから、あの、そこはもっと違う、その歌詞を、その曲を書くに至った生活の機微であるとか、そこに望む時の望まざるを、そういう曲作りに望まざるを得なかった自分の生活の内省というものを違う、表現方法で吐露する、というのが MC のあるべき姿じゃないのかなっていうようなことを俺がごくごく個人的には思いますっていう話です。どうもすみません。この街の日っていう曲はね、そうだね、個人的にはね、ピーズ、うん、が好きで、うん、もありながら、そういう影響もありながら、シオンさん、うん、どうなんだろう、うん、でも、俺の曲だなと思います、良くも悪くも。うん、そう、そしてこのこれはね、今回のこの生活の音源全編を通してですけど、声がもうね、風邪気管支炎でやられてガラッガラなんですよ。そうで、このガラッガラの声をいかに聞きやすくするかっていうんで、当時作る時にはミキシング、リマスタリング、あ、マスタリングあたりすごく難航したんですけど、もうハイを上げて、あのアタックを強くして聞き取れるようにするしかないっていうとな 方向性で当時、ミキシング、マスタリングを行ったんですけど、これをね、今回あの YouTube にね、この放送に先立ってフルで生活をアップするっていう時に聞き直したら、キンキンして耳が痛いんですよね。どうもすいません。だからあれさ、耳もおかしくなってたね、当時ね、風邪で。うん、やっぱリンパやられて聴力も落ちてるから、そういう時にミキシング、マスタリングはできないね、人間ね、っていうことを聞き直して思いましたので、今回、ね、先日 YouTube にアップした音源も今聞いているやつも、ちょっとあの波形の編集とか、イコライジングとかやり直してます。はい、全部、うん、ザス2曲目、自由になったつもりかい。フリーフリー自由自由、フリーフリー自由自由、わっ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 、自由になったつもりかい。この曲はカバー曲なんですね。先ほども申し上げたんですけど、俺のミキシングレコードで出した音源にカバーはこの曲が唯一なんですよ。うん、っていうのも、この自由になったつもりかいっていう曲は、俺がこのケイクマガワを始める直前ですね、2010年頃、うん、に、当時やってたのがチキンショージっていう名前のシンガーソングライターが当時
福岡にいましてね、で俺は同郷でね、生まれた町も同じで、その生まれた町で出会って、俺よりもロックンロールが好きなやつでね、そいつは、4つぐらい年下なんですけど、そいつが歌うっていうんで、俺後ろでギター弾かせてくれよっつって、2010年2009年そのあたりかな、彼の後ろでギターを弾いてコーラスをしていた時代っていうのが K 熊川以前にあったんですよ、うん、でこの自由になったつもりかいっていう曲はそのチキン障子の曲で、うん、で俺メンバーだったからね、勝手にやっていいだろうと思ってこの時ね、町の日が入る、そして生活っていうタイトルの音源を作る時には絶対に俺はこのチキン障子のカバーを入れたいって思っていたんですよ、うん、そう、そもそもその生活っていうこの音源のタイトル、これはね、エレファントカシマシにも同じタイトルのアルバムがありますけど、生活っていうタイトルの音源をいつか作れたらいいなっていうのはこのチキン少女やってる頃から思ってて、うん、それでこのね、自由になったつもりかいっていう曲はもうこれは正真正銘そのね、チキン少女っていう男が、作詞作曲をした曲でね、うん、すごく好きでね、そのこの曲が、うん、でこの時カバーをねさせてもらおうと、うん、思ったんですね。この街の日に続いてこの曲が入ってて、でこの曲もともとそのチキン障子で演奏していた時にはもっとストレートなね、まあ、平たく言えばブルーハーツのようなアレンジだったんですけど、でこの生活に収録されているバージョンではテンポを落として、そしてレゲエ、アコースティックレゲエのようなアレンジ、うん、好きなんですよ、それが、それをやるのがね、俺がね、うん、やっぱそのクラッシュが好きで、でその後ね、ジョーストラマのメスカレロスを聞くじゃないですか、でメスカレロスのライブのやつとか聞いてる時にね、クラッシュのナンバーをちょっとこう落としてレゲエにしてプレイしているみたいなものに対する憧れがすごくあって、うん、そういうのをね、うん、だから俺ライブで抜かせろやらせろって曲やってますけど、あの曲も当初はすごくもっとシンプルなアレンジだったのを、今はね同じように、ボトムを落として、うん、レゲエのようにプレイしてますね。そういうアレンジが好きです、個人的にね。もともと、うん、そうだね、ケイクマ川をやるより以前には、うん、下手くそですけどね、まあでも10年ぐらいレゲエバンドをやっていたことがあるんで、うん、そう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 、やっていいでしょう、だから俺にあるものだからね、レゲエとパンクはあるものです。自由になったつもりかい、うん、タイトルもいいねと思います。うーん、ウェイウェイウェイ、そう、はい、そして3曲目、誰にも言えないが始まります。うーん、なんかずっと喋ってるかな、曲を聴いてもらうのは YouTube にね、これ音源フルで上げてるんで、ぜひそっちも聴いてもらいたいですけどね。3曲目最後の、この「誰にも言えない」っていう曲ですね。そう、この曲はね、実はだからその
た、自由になったつもりかいっていうのはチキン商事っていうね、当時俺と商事をやっていたユニットバンド、うん、そのカバー曲でそういうものをやっていたのがケイクマガワ以前にあったんですけど、そのね、この誰にも言えないの元々になる原曲があって、その曲は俺がチキン商事のために書いた歌だったんですよ。でね、当時方法っていう方法ですね、うん、How to 方法っていうタイトルの曲で、歌詞が、うん、この誰にも言えないとほぼ同じで、曲が全く違うっていうものを当時書いていて、ライブでもやっていて、うん、で、そうだから今回この生活っていう音源を作るにあたって、街の日、自由になったつもり会があって、でそこに方法を入れよう、入れたい、でもケイクマガワのサウンドにしたいって思って、詩を使ってね、タイトルを変えて誰にも言えないって歌詞の一部ですね。で曲は全く別物に変わって、で言葉も詩もね、一部書き直したり書き足したりしながら出来上がったのがこの誰にも言えないっていう曲なんですね。うん、当時どっかでも述べたけども、この曲はね、コード進行のね、最初の方の前半部分はあのニール・ヤングのパクリなんだけど、うん、でもこの曲、この曲ね、俺ちょっとスペシャルだと思ってるんですよ。今回の、ミックスじゃない、マスタリングやらイコライジングをやり直したバージョンで今かけてるんですけど、これね、自宅でエレクトリックギタースピーカーから流しながら撮ったやつなんで、音質についてはあれですけど、これ俺ね、この曲はうん、ちょっとこれからライブでやると思いますね。エレクトリックギターの時にやんないと多分ダメだな。あのこの曲多分化けると思うので、聞いてください、そのうち。うん、これからライブで多分やっていくと思います。誰にも言えない、うん、そう、誰にも言えない方法、うん、そう、そこの多分なんだろうな、多分メッセージが街の日に近い、似ていると思いますね。うん、この辺りの要はそのね、世の中の圧力みたいなものを世の中とのすり合わせの中ですり減ること、疲れ果てること、くたびれること、諦めること、逃げること、腹が立つこと、復讐心、嫉妬、ネガティブな感情を持ってなんとか光の方へと生きていくのが俺は人間の美しさだと思っているので、それを人には知りませんよ。けどねえ、弱音吐いてるやつをバカにするようなやつは、そういうやつをね、殴るための筋力は鍛えていこうかなと思ってます。今後、今からね、戦いますよ。あざす、ちょうど終わった。うん、ここで終わったら美しいけど、じゃあ最後に街の日を聞きながらっていう形になるんでしょうかね。ケイクマガワ、2019年作マキシシングルという形で
リリースした生活、うん、街の日、それから自由になったつもりかい、そして誰にも言えないの3曲を収録したシングルを今回オーディオコメンタリーをやりながら、かけてみました。これね、それぞれ、フルで聴けるものが、同じ YouTube のチャンネルにアップしてございますので、ぜひ、聞いてみてください。日本語のロックのようなものだなと個人的には思ってるんですよ。で、そっちはちゃんと掘りたいとすごく思っているんで、そう、前回のね突発放送21回、でも少し述べましたけど、そうそう、バンドを、 K 熊川はバンドをやって結果を出した方がいいんじゃないのかみたいなことをちょっと思うに至るようなことがあって、難しいですけどね、そんなのね、もちろん難しいですけど、なんだろうな、難しいよな。そのね、みんな自分の人生のために当たり前ですけどね生きていますから、難しいですけどね、俺みたいなその個人主義者、わがままな人間とバンドをやるのは大変かとは思いますけど、でも音楽は美しいじゃないですか。どうせならものすごくかっこいいものを作りたいと思った時にですよ、これはまあね、もちろんそれはいろんな意見あると思うんですけどね、俺とやった方が良くないかなと個人的には思うんですけど、でもまあ難しいですね、なんで何でしょうね、バンド、楽しいバンドができたらいいなとは思いますって思いながら、ロックンロール、ロックンロールへの憧れ、愛情、憎しみ、嫉妬、いろんなものが浮かんでは消えしながら俺も長いこと生きてきました。その中でこの歌詞の通りなんですけど、俺に足りないものがまだあって、その手伝いをこれから一緒にやってくれる人がやってくれるんなら、俺はもう一回明かりをつけれるんじゃないかなと、そんな力はお前にはないよって、なんだろうな、そうじゃないんだよな、こう来るんだよな、力を持っていても自分のことしか考えてないやつにはそれを使うことができない、こう来るでしょうかね。いろんな向きがあるかと思います。俺のことがね、人間的にどうだっていう人もたくさんあるかと思いますけどね、俺はいや、ロックンロールはもっと大きいから大丈夫です。そうでしょ、あなたが好きなの、そうでしょ、もっと大きいから大丈夫です。俺はそう思うし、そういうものをやりましょう。ゲイクマガでございます。今回は2019年リリース、ケイクマガワの、マキシシングルですね、生活のオーディオコメンタリー会を憎しみレコーズからお送りしました。おそらく次回プライベートカーセックスをかけながらオーディオコメンタリーの大団円、反省会、を挟んで次に行きたいと思います。皆さんのより良い余生、光多からんことを、お祈り申し上げます。ケイクマガでございました。ありがとうございます。良い週末を。